タックポリメラーゼの構造タックポリメラーゼとは、高熱菌、サーモスワクアティクスが産生する DNA ポリメラーゼである。摂取90度以上の高温でも比較的安定であるため PCR に利用されている。ちなみに、この酵素の名前は、産生菌の俗名の頭文字と種小妙の等2文字に由来する。タックポリメラーゼは熱水噴出口に生息している。 t アクアティクスから同定されたポリメラーゼである。このポリメラーゼは PCR のような熱を加える実験系においても構造が安定であり、編成状態になりにくい。かつては入手できるポリメラーゼとしては正確性、反応速度とも優れており、PCR で用いられる標準的な酵素であった。しかし、より正確な複製を行う PFU ポリメラーゼや、 正確さと身長反応の速さを兼ね備えたフュージョン DNA ポリメーラーゼなどが現在市販されている。タックポリメラーゼが持つ欠点の一つに複製における正確性が比較的弱いということが言える。DNA 複製時に生じたミスマッチを構成するポリメラーゼの機構として参考方向のエキソヌクレアーゼ活性が存在する。しかしタックポリメラーゼは プルーフリーディング活性能力を欠くため、9000ヌクレオチドのうち1ヌクレオチドの割合でエラーを起こすと言われている。タックによって複製された DNA は3末端に A が突出している。TA クローニングはこの突出末端を利用する手法で、3末端に T の突出を持つベクターへタックによって増幅された PCR 産物を制限酵素処理せず組み替える手法である。 pH 7.5から9.5、温度摂取72度で高い酵素活性を示す。DNA 複製反応にはマグネシウムイオンが必須であり、一般的に 2mm 程度の塩化マグネシウムが含まれる干渉液中で複製反応を行う。カリウムイオンが酵素活性を高めることが知られており、50mm 程度の塩化カリウムを干渉液に加えることがあるが、 75mm 以上の塩化カリウム溶液は酵素活性を阻害する。塩化ナトリウムや0.02%キシレンシアノールは活性を阻害しない。最適条件では1秒間に30から100塩基の複製を行う。タックポリメラーゼの指摘温度は摂取75度摂取80度と言われており、半減期は摂取92.5度では2時間。 摂取95度では40分、摂取97.5度では9分である。また摂取72度で10秒間、高素活性を調べた結果線 b p の DNA を増幅することができることがわかっている。ありがとうございます。